の名前は保坂文太。社会人になったのをきっかけに実家を出て一人暮らしをすることになった。あれ、押し入れに荷物を入れていた俺はそこから漏れてくる小さな光に気づいた。女、なんとその穴は隣の部屋に繋がっていたのだ。見たら悪いよな、覗き見なんてダメだね。これでよし。ちょっとダメだ、見たい、気になる、見たい。俺は我慢できなくなり、ついに穴のガムテープを剥がしてしまった。寝顔かわいいな。その夜を境に俺はすっかり壁の穴を覗くことにハマってしまった。めぐみを覗く生活をしているうちに俺の中で新しい感情が芽生えた。柔らかいんだろうな。